仕事？おースーツどう？いや、似合う。お待たせ。先輩、お疲れ様です。あれ？ニノ？ニノちゃん？知り合い？なんかの先輩が。先輩、お疲れ様です。朝早かったですが、やっぱり有村さんと一緒だと楽しくて時間があっという間でした。本当ですよ、朝早かったけどやっという間でした。でも新しいメンバーが増えたからね、なんか新鮮だったね、いつもと違う感じで。本当に、いつもに比べるとちょっと喋れなかったね、今日は。ちょっとそこが寂しかったですね。なんか笑顔がすごく可愛いし、一緒にいるとすっごい癒されるし、なんだろうな、本当に可愛いんですけど、時折見せる目線がドキッとする。すごい、どうしてこの子はこんなに大人びた表情ができるんだろうってふとした時に思います。もうアイドルが歩いてるみたいな、なんか天使歩いてるなみたいな。だから意外な面とかないです。もうみんなののままです。ありがとうございます。やってしまった。スーパーに財布忘れた。怖い。もうカードも入ってるし、免許証も入ってるし、銀行のキャッシュカードとか全部入ってて、お金も入ってて、でそれに気づいたのが、まあ当日、忘れた当日の夜だったんですけど、閉店ギリギリに気づいて、マネージャーさんに電話して、お財布を忘れてしまったと。でどうしようどうしようって私がパニクってるから、ものすごい冷静にいろいろ助けてくれて、おかげでありました、ちゃんと。スーパーのなんかグレープフルーツの上とかの置きっぱなしですか？違う違う、お買い物してお買い物しててお買い物して、カゴに、袋に入れるじゃん、最後、はい、で、置いてきちゃったの、ポンって。ああ。財布だけ持ってったから。あ、それは気持ちわかります。そう、だからすごい、やっぱ店員さんには私が忘れたっていうのはもうバレちゃってたので、すごい恥ずかしかったです、それに行くのが。それは恥ずかしい。そう、気をつけようと思いました。私は逆にタクシーに乗った時にお金を持ってなかった。おー。だから乗って到着地点まで着いた時に交通系のカードも現金も持ってないことに気づいて、払えないみたいな、焦りましたね。それはもうマネージャーさんのところに、タクシーの運転手さんにメーター回しといてもらって、行ってそこでマネージャーさんが払うっていう。うん、困るね、それ。お金って怖いですよね。ね、気をつけようね。はい。人のおかずを取ったりとか。ケータリングとかの時にみんな食べてて、こうやってとかしてバレるかなとか、そういうことやりますね。逆にちょっとたくあん入れてみたりとか、あっちに増やしてみたりとかして。はい、ありますね。じゃあバレないもんなの？バレないですね。あ、そうなんだ。だから逆にバレないから、あ、なんかやりがい感じないかったなって終わることもあります。あ、私このお仕事初めてパンプスとかヒールを履いたんで、もうさ、歩き方が分かんなかったです。大変な世界だなって思いました。2回目のドラマ
に出演させてもらった時ゲストで出させてもらったんですけど、やっぱ緊張はすごいしてて、お腹痛くなっちゃって緊張で、すごい大変な思いをしました。弱いって思いました。そこにいるんですよ。大人ですね。大人な女性だなと思いました。お二人とも。一つ質問するとすごく答えが返ってくるので、喋るのがすごい好きな。人とコミュニケーションを取るの好きですか？喋りますね、よく。うん、だからすごい、あ、いいなって思いました。ありがとうございます。すごくナチュラルに返してくれたので、あの、喋りやすくて結構盛り上がっちゃいました。うん、ありがとうございます。あの、後輩に多分先輩だと思われたってことがほとんどないですね。だんだんこの最初あった年の差がこういつの間にかなくなってるみたいなことがすごい。私、あの、中学校の時に吹奏楽部やってたんですけど、フルートで、でこうだんだん学年も上がってきて後輩で来た時にフルート教えなきゃいけないんですけど、自分よりフルートみんな上手くなっちゃって、なんか寂しかったです。部活の時の先輩はすごい厳しかったので、テニス部だったんですけど、1年生の時はコートで打たせてもらえなかったからずっとボールヒールしてて、で、まあ、ちょっと喋ると連帯責任でこうみんなで走ってとかっていう部活動だったんですけど、まあでもスポーツ系って大抵そういうもんですよね。なんかそこで忍耐鍛えてもらったなと思います。皆さんこんにちは、有村架純です。浜辺美波です。萩原陸です。この度私たちは、姉妹役として JA 共済さんの CM に出演させていただいています。そして、私たち姉妹に加えて新人ライフアドバイザーが初登場しています。はい、今回から有村さんの後輩ライフアドバイザー、そして浜辺さんの学生時代の先輩役として出演させていただいています。新たな仲間も加わり、さらに、賑やかになった JA 共済さんの新 CM をぜひお楽しみください。